ですね。一人ぼっちの夜ってのに二人で歌っちゃまずいかなとか思いながら、ね、トットテレビって番組でやった時はものすごい人数で一人ぼっちの夜を子供たちが歌ってて、全然一人ぼっちじゃねえだろうって突っ込みながらやってたんですでも思い出す一人ぼっちの夜、そうね、一人ぼっちの夜とかありますか皆さん何言ってんだろうこれでも60年安保の時の歌だって知ってましたね。大丈夫、 A さんがA さんがどっかに書いてるかな、あの60年安保の時あの亡くなった方とかのことを考えながら泣いた時の歌なんだそうですよ。あの失恋の歌じゃないんだよね。